マーク26インチ砲はアメリカ海軍で開発されていた艦砲。第一次世界大戦中に開始されたダニエルズプランにおいて建造予定のサウスダコタ級戦艦及びレキシントン級巡洋戦艦において搭載が予定されていた砲であるワシントン海軍軍縮条約によりサウスダコタ級は建造中しレキシントン級も巡洋戦艦としては完成しなかったため 官報としては実用化がなされなかった。サウスダコタ9戦艦の模型アメリカ海軍が16インチ砲の開発に乗り出したのは1895年のことであり、最初のモデルは1902年に完成した。2番目のモデルであるマーク2 6インチ砲は、それまでアメリカ海軍の戦艦で用いられてきた50口径14インチ砲をしのぐ威力を有するものとして開発され、 サウスダコタ級戦艦及び歴ントン級巡洋戦艦に搭載することが計画された。1922年のワシントン海軍軍縮条約では戦艦の排水量に3万5000トンの制限が設けられたことにより気候はしていたものの未生かつ排水量制限を超えた両艦級は1922年にサウスダコタ級は全艦建造中止。 レキシントン級は2隻が航空母艦へと計画変更となり、他は1923年に建造中止となっている。レキシントン級は、砲油化も完成しておらず、完成していた方針は陸軍へと引き渡され、M191916 インチ沿岸砲として沿岸防御施設に配備された。1938年に第二次ロンドン海軍軍縮条約のエスカレータ条項が発動し、 戦艦の排水量制限が4万5000トンに緩和されるとアメリカ海軍はアイオワ級戦艦の建造に乗り出した。武器局はマーク216インチ砲の搭載を検討したが、建造、増収局はより軽量マーク216インチ砲が艦砲として艦船に搭載されることはなかった。マーク216インチ砲は後径が16インチあり、 方針長も50口径と長方針であった。最大発射薬量は 294kg に達し、重量 1020kg の鉄鋼弾を方向速度、秒速 810m で打ち出し、最大射程は 4860m であった。ありがとうございます。